どうしてかな、なんで私だけ売れないんですかね。てかむしろなんでたけし、じゃたけしは髪の毛があるかないか、やかましいわやかましいわハゲてるハゲてないわ関係ないやろが、それもだってもうプレイヤー同士だと見た目なんて分からへんやないかい。今回の動画で私やられちゃったじゃないですか、ショップでね。でとりあえずたけしがすぐ扉を閉めて私のバッグはすぐパッと回収してくれたんで、まあおかげさまで武器は取られてなくてですね、まあこうやって大丈夫だったんですけど、まあいかんせんね、なんか私だけかな売れてないのは。まあだから多分たけしがたまたま何でしたっけ名前、プレイヤーの名前なん、あカツゲンさん、ああなんかカタカナで多分日本人っぽかったんですけど、まあ、カタカナ使ってるぐらいなんでプレイヤー名、うん、カツゲンさんって方が来られて、多分ね客お客さんの当たりが良かったんですよね。私ずっとなんか海外プレイヤーの方ばっかりだった気がするんですよ、まあ、そこの問題じゃないかな。で VC でね、私もじゃあネイティブで声かけたじゃないですか、優しくハローって。で、ね、あ鳥貴族の方々も青色っていうか凍ってるんですね。はいはいはい、ちょっと待ってよ、はい、ほい、いい、よいしょ、OK。いや、恐ろしいですね。やっぱね、こう、全部が雪に覆われてるサーバーだけ。あー、いますね、いますね。まあでも、たけしと2人だったら、うおー、予想外の数。はい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 。まあ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 、ちょっと待って、え、光ってる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 ぞ、これ。え、何？ちょ、これ、よくないですか、これ。このキャンディーバットみたいな。え、それ多分これもともとたけしのあそうなの、あこれたけしが持ってたやつってこと、私が知らない間に奪っちゃってたみたいな。あすいません、じゃあちょっとお借りしてますいやもうだいぶ前にクリスマス過ぎたけど、なんかね冬っぽい感じ出るじゃんこれだと。よし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 、これデザインタワーでしたっけ、ここの建物で東ビル、デザインとはちょっとどっちか分かんないんですけど、雪で埋もれすぎて、あ、いる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 、ちょっと探索して、ちょっともうちょっとアイテムしっかり集めていきましょうよ。ちょい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 、たけし、デモリッシャーがいる。え、こんなにナチュラルに彼いていいの？え、デモリッシャーでしょ、あれ。やばい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 、ちょっと待って。いたデモリッシャーいた。ちょ、たけし、ここ。デモリッシャーがさ、ほら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 。間に挟まってるけど、これちょっとヘッショ狙えないから。あー、ガラスか。ガラスがちょっと邪魔してんのか。これちょっと上から近づく。あー、怖っ！ちょっとあんま近づきたくないですよね。爆破しそうだよ。あー、確かに。あー、おい。硬っ！そして硬い！この距離でヘッショ撃っても全然HP減ないけど、この人。こんな、序盤も序盤いいとこじゃないですか。これ大丈夫これ。あ、ちょっと待って。隙間入った隙間。たいなこれ。デモリッシャーカッチカチやぞ。ちょ、おお。ラッパ銃をうかつにさ、撃つとさ、スイッチ押しそうなんだよね。デモリッシャーのボタンが。あー、でももう54。はい。はい。オッケー。いや、これは予想外。デモリッシャーいるとは思わなかったね。ちょっと待って。このゾンビ、でかいぞ。たけし、ちょっと、なんか、縮尺がおかしい。ほら。でかい。え ?3 メーターぐらいあるんじゃないこの人たち。ほら、でかいよね。しゃがんでるから、最初しゃがんでるかなと思ったんですけど、横にたけしが並ぶと、俺、でっけえ1.5 倍ぐらいの大きさが出るわ。ほら、でかいよね。ちょっと怖いわこのモッド、どうなってんのマジ。そう開かないでしょそれね、鍵の解除を特殊な感じになってるんですよ今回。スカイリムみたいな感じになってるから分かんないかちょっと、え、何、あ、開けろって、ちょっと待って、はい、じゃあ私が挑戦してみましょう。私がこの前、これ一回開けたから、私ね、他のこれ扉とかのついてるんだけど、これで角度決めて、でまあ、私も一個もコツつかめるからね。すぐパッと開けてみせ、あー、ダメでしたね。人がいるから、あ、ダメずにゆっくり行けば、なんでやね。ほーっとくん、そーっと、任せにやればいいってもんじゃないんだけど、優しいばっかりじゃダメだから、こう、時にはもうだからさ。たけし、これ使えないよ。これ最新のさ、ロックピック、これ。あ、ごめん。それ。うん、拾った？うん。これで、うん、これで開くよ。これ最新のロックピックだから。どう？鍵
壁金庫ってこの周りのこのブロック壊した方が早いんじゃない？あれ残りましたっけ？あー残っちゃう。あーそっか、これブロック浮いてる、一マス浮いてるわけじゃなくて、あーそうか、これ横も横壊してもダメでしたっけ？あーそっか、あー結局床壊さなくちゃいけなくなって、床は、あー床2500だから、あーそっかそっかそっか、あじゃあもう結局壁金庫自体壊した方が早いって話だね。あ了解です、頑張って壊しましょう。残り20切って OK ナイス。中は、お、なんこれ、ホワイトボードじゃなくてテレビ、あナイス、あなんだこれ、ちょっと待って、お、ナイステレビ拾った、たけしテレビ、すげえ、たけしこれ、あーちょっとね、設置型、これ家具だね、あナイス TV って書いてる、テレビ拠点持って帰ろうぜ、これ拠点持って帰ってちょっと設置しよう、テレビここら辺をしっかり穴開けて OKOKOK でここに、いやいいね、ちゃんとさ、ちゃんとしたいじゃんやっぱだからこれ、こうテレビボードどう、でやっぱせっかくテレビ、おーほらこれでテレビボード作って、どう、ホラーな生活もちょっと充実してきたんじゃない、おおめっちゃいい感じめっちゃいい感じだよ、たけし。でこの辺にちょっとで、ね、おーよ、間接照明付きで素敵じゃないこれ、やっぱね家具はこういう感じでね、バシッと、はっはっはっつくのそれ、おおすごいすごい、あテレビつくんだそれ、あ切れた、あ切れた、おえ何これ、テレビつくのこれ、はいやあれか、じゃあ私もう奪われちゃったんですけど、取られちゃったんですけど DVD 持ってたからあれとか使えるんじゃない、 DVD たけし見つけてない、じゃあアイテムで落ちてたんですよ DVD だけど、もね、1枚か2枚持ってたんだけど敵に取られたんですよ、やられて、でも今は持ってないです、ちょっと探してくるこれ DVD、 せっかくだからこの辺のこの植物とかもないですもんね、うん、ああ戻ってきた、たけし、あナイスナイス、おかえりあった、2枚見つけた、ナイス、いやでもまあわかんないですよねそれ、まあでもわざわざこれモッドサーバーで、モッドサーバーでこれ DVD 見れたりとかしたらいいんですけどね、うん、どういけそう、どあーああわかんない、つかない、あ俺 DVD、 はい DVD04、 はいもう1枚、あー2枚持ってきたとね、 DVD05 ナイス、うん、どこれどうつかなかった、えこれどうすんのこれ、クリックしても砂嵐がダーってなるだけで、これ持つんか、おー何これ、おファンタジックインスタントファイヤープレイス、おー全然わからんわジャケットだけじゃ全然わからない、もう一枚はこれ、ゾンビーズ、あーもう一個はゾンビのジャケットっぽいですね、えこれどうしたらいいのこれ、どうこれクリックしてもなんかゾンビとなんかファイヤープレイスっていうジャケット見える、たけし、あたけしも見えてる、うんこれはわかるんだけど、クリックしても全然テレビ反応しない、えこれどうしたら、ああちょっと待って、長押しでオープン、あちょっと待って、これをこうじゃない、ほら左側になんか開いた、おおおおすげえテレビついた、えこれしかもあれじゃない、癒し系のなんか壁紙にしてくださいみたいな感じ、動く焚き火がずっと流れてて、めっちゃおしゃれじゃん、なになにこれ、いや新鮮、いやモッドサーバーっていいっすね結構、あーおもろいこれは、えこれじゃあなんか家具みたいなインテリアみたいな形でテレビでこうずっと焚き火を流しておけば拠点に帰ってきてもなんか癒されるみたいな、あーすげえこれ、何すげえおしゃれじゃん、こっちは何、これどういう感じ、すごいおしゃれ、えつかないけど、あどうしたこれ、これはどうしたつかない、あついた、は何これ、は
何これタケシ。ほ。わわ。あ。何？何これ。え、ちょっと気持ち悪いけど。え、あ、あ。え、ちょっとすごいリングっぽいけど。え、貞子のさ、あの、ほら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 。え、リングこれ。え、貞子のなんかさ、あの、見たあかんやつ見。わあ、キモい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 。おマジか。これちょまずいんじゃない、これ。これは管轄なんじゃないの。ちょっと、これたけしお前見ない方がいいんじゃない、これ。いや、これは気持ち悪いわ。これまずい。これ配信できないんじゃない、これ。これさあ、たけし、これこれちょっとこれ見たらまずい、やつ。終わったー。ちょっと待って、たけし、画面がさ、プルプルしてて、なんか、え、私マウス動かしてないですよ。マウス全く触ってないんですけど、なんか画面がさ、プルプル、ほら画面がプルプルしてる。何、しかもなんか左側になんか変なバフついてる。ちょっと待って、 DVD が勝手に流れた。勝手に、ちょっと待って、今来た、切りました。 DVD 勝手についた今。たけしも変なバフがついてる。何、このマーク、何このトンカチみたいな、トンカチとトンカチ、なんか3つくらいついてるけど、3つ、何これ。ステータスで見ればいいか。ちょっと待って、ちょ、どれこれか。キャラクター、何これ。温かい炎、火、サマーラモルモモモルガン、クなんとかバイアスクリーマー、シェイクズってのがついてるから震えてるのかな。今震えてるってこと、ガクガクってこと。何これ。どうしたらいいの。ちょっと待って、ちょタクシー、ちょっと、どうしよう。何、薬、いいじゃん、薬飲んで、薬飲めばこの震え、痛み止めみたいな感じで治るかもしれないってこと。オッケー、ナイスで、このロキソニン飲めば、この偏頭痛ともおさらばってなるかい。まずい、こうなったらもうあとはショック療法しかないんじゃない、たけし。分かってるな、もうこれは、いや、もうこれ多分バフ消えないかもしれないけど、これでも試してみるしかないから、ちょっといっそのこと私をやってください。いっそのこと、これもうショック療法だ。いいよ、思いっきりやってくれ。もうそれしか方法ない。よし、いけ悪霊退散、もう一発悪霊退散、いけ悪霊退散。いわし、さあどうだ、バフ切るか。いけ、うわっしゃー、大事、うわっとよっしゃ、呪いに打ち勝ったぜー。